みなさんこんにちは、青木美沙子です。今回はお箸でやってはいけないことをご紹介します。立て箸、ご飯に箸を突き刺してはいけない。刺し箸、料理に箸を突き刺して食べてはいけない。箸渡し、箸と箸で食べ物のやり取りをしない。二人箸、食器の上で二人一緒に料理を挟んではいけない。渡し箸、食事の途中に箸を渡し置いてはいけない。書き込み箸、箸で中のものを書き込んで食べてはいけない。移り箸、一旦取りかけたのをやめて他の料理を取ってはいけない。迷い箸、料理の上をあちこち迷って箸を動かしてはいけない。そら箸、食べようとして物を取ったら食べ物を戻してはいけない。探り箸、汁物の中を箸で探ってはいけない。眠り箸、箸についているものを舐めてはいけない。紙箸、箸の先を噛んではいけない。重ね箸、一つのおかずばかり続けて食べてはいけない。刺し箸、食事中に箸で人を刺してはいけない。握り箸、箸を持った状態のままで器を持ってはいけない。涙箸、箸の先から汁物をポタポタ落としてはいけない。違い箸、別々の箸を一対にして使ってはいけない。書き箸、箸で頭などを書いてはいけない。寄せ箸、食器を箸で引き寄せてはいけない。叩き箸、食器を箸で叩いてはいけない。割り箸の割り方、割り箸を縦で割ってはいけません。正しい割り方、食べ終わった後、箸を適当に置いてはいけない。食べ終わった後は箸を袋に戻しましょう。お箸のお作法どうでしたか？私も知らないお作法がいっぱいあってとても勉強になりました。これからも楽しみながら正しいお作法でお食事していきましょう。これ何？ダメ日本人みたいな。
それわかりますよね。ですよね。はい。で、カメラ、カメラ。あ、こっちか。カメラと喋ってるのか。はい、じゃあごめんなさい、急に。内容はこっちからですけど。はい。はい、昨日のドラマ見ました。一旦取りかけたものを他の箸、あん。一旦取りかけて他の箸。なんだ、一旦取りかけて他の料理に箸を移すだ。一旦取りかけてから他の箸。他の料理。一旦取りかけてから他の箸料理に箸を移す。あー、ごめんなさい。一旦取りかけてたものを。なんだ、ごめんなさい。一旦取りかけてたものを。他の箸で移してはいけない。ごめんなさい。わかんなくなった。楽しみながらお料理を、あ、なんだろう、わかんなくなっちゃった。ごめんなさい。作ってるな。すいません。楽しみ。めっちゃ笑っちゃった。